実は今2021年夏山形ではちょっとした問題が起こっています。その問題について着物屋として何かできないかなということでこんな企画を作りましたというお知らせです。私ども山形市にある着物屋ですが、通常1月に成人式が開催されていましたが2021年につきましては、残念ながら新型コロナウイルスの影響で1月の成人式を断念し5月に延期と。で5月開催の成人式も開催10日前にですね、山形県内の人のみしか参加できませんよなんていうことで非常に、ちょっと平等ではない成人式になってしまったような背景がありました。それから数ヶ月経って2021年夏8月の成人式で非常に動きが起きています。県内全ての市町村で夏開催する自治体は20何がしくらいの自治体ですが9割以上の自治体がなんと開催を延期している。新成人がですね、思い出作りのために集えない、思い出作りの場所がないという非常に残念な結果になっています。ということで着物屋として何かできないかなということで東北呉服専門店会という我々のような地域に根ざした店の集まりがあるんですけどそこに所属する山形の5店舗、庄内、最上、大分間、そして村山、それぞれの地域にある着物屋さんでアライアンスを組んで新成人で残念な思いをされた方にぜひ思い出作りをお手伝いできればということでこんな企画を用意しました。ドン、フリスター。夏で成人式の思い出作りをするつもりだったんだけど開催が延期になっちゃってすごく残念な思いをしてる新成人へ向けて着物代もしくは浴衣代、着付け代、写真撮影代と、まあ、この3つのうちのいずれかをですねそれぞれの店がそれぞれの割引率を設定して何かしら思い出作りのお手伝いができればなということでこのフリスターを始めます。もちろん前撮りで写真撮っちゃったという人もいるかと思います。また着物を全く着る予定がなかったという方もいらっしゃるかと思います。ただまあ今回ねこの夏開催がほぼほぼ9割方延期になりがしという現状を受けて、まあ、非常に気の毒だなと思いまして、地域の着物専門店、5店で検討してですね何かこう皆さんの思い出作りができればとこんな企画を立てました。概要欄にですね採用店舗並びに企画の詳細のブログをつけておきますので、ぜひですねお住まいの最寄りの着物屋さんにご連絡いただいてですね、私もちょっと夏の成人式で残念な思いをしたんで、ぜひ思い出作りしたいんですけどとお問い合わせいただければフリスター対応店舗がですね対応させていただくと思いますんで、ぜひこの動画をご覧いただいた方並びに、残念な成人式をした方が友人にいらっしゃる方はですねこの動画を教えていただいてぜひこの企画を周知できればなと思っています。お客様の思い出作りをお手伝いということで、我々活動している地域の着物専門店です。何かあればですねこの5店舗にお電話いただいて思い出作りをしていただければなと思います。また、我々もですね、できる限り、皆さんをフォローアップして、バックアップできればなと思っておりますので概要欄からお問い合わせしてみてください。はい、今日は新しく作ったフリスターについてお伝えしてみました。